こんにちは、花涼さん。前回ね、人間の本質はネガティブなものかもしれないというふうにね、おっしゃっていましたけども、まあ、危機管理能力っていうのは一人一人に備わってると思うんですよね。そして、喜びや楽しみを望む気持ちもあるでしょう。しかしね、私はね、思うのはね、人間はやっぱり感情の生き物なんだろうなと思うんですよ。その感情が理性を支配していて、そして学ぶことによって理性が感情を支配できる、そういった割合が増えていくということですよね。でもちょっとやそっとの学びではそれは不可能なんだろうなと思うんですね。で、一言で結論を言うと、まあそういうことなんですよ。人間は感情の生き物と。じゃあそれがね、人間の本質っていうふうに重ね合わせた時どう考えるかっていうと、人はですね、乾くんですよね。感情っていうのは主に喜怒哀楽とあるかもしれませんけども、乾くんですよ。たまには怒ってみたいしね、たまには恐れてみたいし、たまには癒されてみたいしって感じで、感情があっちこっちに動くんですよね。で、怖い目に遭ってみたいっていうふうに思ったり、それが収まって安心してみたりとかね、その動く感情にきっと自分の体や思考が動いていくんじゃないですかね。だからホラー映画ね、見たいなとかね、思う人もいると思いますし、例えばドンパチ、戦争もの見るわけですよ。みんな戦争嫌いなんですよ。みんな戦争が嫌いなのに戦争映画見るじゃないですか。で、スカッとしたりホッとしたり、モヤモヤっとしたりとかね、そういった自分の感情を内側から動かせないから、よそからの刺激で動かしてもらうっていうことを繰り返していくんだろうなと思います。それがね、あらゆるところに出てくるんですよ。例えばね、なんか、iPhone です。 iPhone がありますよね。これ自分のためにほとんどの人はスマホって買うと思うんですけども、でも中にはね、買ったばかりのものを人に見して新しくしたんだって言ったりね、それ人に見られて、あれ新型じゃんって言って、あ、そうなんだよってかね、思ったりする。これは実用性としては自分が欲しかっただけなのに、他者から評価されて嬉しいとか思う、その感情が動いてるんですよね。あとはスマホケースっていうのがありますね。スマホケースも、どんなものでもいいわけですよ。衝撃を吸収できれば。でもできれば可愛らしいのにしてみたり、赤いのにしてみたり、金色にしてみたり、それは自分のためというよりも、よそから見られてどういうふうな評価を受けるかなっていうふうな、そういった期待が入ってるんですよね。で、感情が動きます。何それ、ダサいと言われたら感情が動いて、ああなんかバカにされた、揺り戻したいなと思ってスマホケースを変えてみるとかね、人に話してみるとか、この前さ、こんなバカにされたんだよっていうかね、で、バカにされたんだよっていうところに、いやいやもう気にしない方がいいよって癒されて戻っていくみたいな、感情があちこちに動いて、そして戻っていく、こういうふうな呼吸のような動きが必要なんじゃないですかね。感情にはね、片っぽに寄って戻っていく、片っぽに寄って戻っていく、そうすることによって、その感情の動かし方でございますね、揺れているのを、欲しているんでしょうね、なんか本能でね、で、私が思うんですけども、ここから後半の話になってきますけどね、その感情を自分の理性で、ね、抑えていく作業が学習だと思うんですよ。で、その学習もある程度のところにしないと異端になってしまいます。どう異端になるかっていうと、修行僧ですよね。悟りを開いて、しまいには全ての感情を捨てて、執着を捨てて、世俗の欲を捨てて仏門に下ってしまうとかね、それこそ洞窟の中に入ってそのまんま出てこなくなっちゃうとかね、そういうふうな異端になってしまうと、極端になってしまうってことがあるんじゃないかなと思います。でも人はたまにね、それをするんですよ、ね、人間界の刺激を受けながら生きていく中で、一人になりたいとか思うんですよ。で、一人になってよそからの刺激をシャットアウトして、内側からの刺激に耳を澄ませることがあるんですよね、いわゆるそれがいじける状態って言います。いじけてる時って誰かと対話しないし、誰かが話しかけてくれても突っぱねますよね。
そうではなくて、体育座りをしながら頭抱えて自分の内側と話すんです。徹底的にネガティブになるんですよね。そして多くの人の顔を思い浮かべて攻撃してみたくなる、自分の体の中でね。で、一通りいろんな人に対しての思いを心の中でぶちまけた後に、だんだん、まあ、人恋しくなってきてね、また人間界に戻っていく、こういう状態があるでしょ。これはだからある意味自分の感情と戦ってる姿ですよね。自分の思考、理性が感情を抑え込んでる姿です。そうでなくって、ずっと晒され続けて、ずっと攻撃され続けて、ずっとね、苛まれ続けると、きっとその中で、まあ、潰れていくんじゃないですかね。自己との対話ができなくなって、多くの方が自分を攻撃したまんまに、自分の内側も自分を攻撃し始めて、自傷行為に走ったりね、防衛能力が高まっていて、周りの人にこの攻撃を仕掛けたりとかね、そういうふうにブレイクアウトしてしまうんじゃないかなと思いますね。さあ、それでね、私なんですけども、私は全ての感情を今はどちらかというと制御して、しまいにはそういった執着を捨て去ろうとしているところですかね。だいたい隠居っていうのは人と会わないんですよ。で、限られた人としかコミュニケーションしないんですよ。でも解釈の幅を広げていくんですよね。同じようなコミュニケーションしかしてないのに、違う解釈をどんどん持っていくんですよ。これは完全に同じ感情に対して違う理性を働かしてるんですよね、その瞬間その瞬間。でも普通の暮らしっていうのは同じ刺激には同じ感情しか持てないんですよ、ね、電車に乗ります、満員です、腹立つな、不快だな、空いてくれればいいのになとかね、まあ、そう思いますけども、きっと私の場合は満員電車に乗っても毎日違う人と同じ箱の中で出会えてるんだなとかね、この満員電車ってのは来年も続くんだろうかと、5年後もそうなんだろうか、少子高齢化だから、もしかしたら満員電車って数十年後にはなくなってるかもなとかね。あと、満員電車ってことは乗車率が高いわけだから儲かってるだろうな、この会社はみたいな思ったりね。それから人が規定よりも多く乗るから、電車ってのは早く傷むのかもしれないなと、傷んだらこれ誰かが中古で買うんだろうかとかね。後進国というところはないですけども、どっかのアジアのね、まだ鉄道が発達してないところに輸出したりするのかなとかね、まあ、そんなことを考えながらね、時が過ぎていくというやつですね。解釈とかね、思考がどんどん広がっていくってことですかね。で、私の場合は同じ現象を何度受けても違うものをこう考えていくといいますか、違うものを受け取っていくかなっていうところですね。まあ、ですんでね、まあ、怖いね、ホラー映画とかね、戦争映画とかを見ても、もちろんその映像とかセリフによって感情が動くんですよ。動く感情があるけども、きっと多くの方も自分がこの戦場にいたらどうかなっていう考えるじゃないですか、そしてもしかしたら映画の中に出てくるホラーとか戦争映画、悲しい部分、そういったものを自分に置き換えて、自分が起きたら何をするかなっていうふうにシミュレーションするかもしれないですね。で、私の場合はだから、そういったものをね、客観的に冷静的に捉えるかなっていうところですね。例えばこれは放送倫理はどうなんだろうかとかね、このホラー映画に出てきてる怖い人、これは人間が入ってる、その人ってのはやっぱりスタッフロールにテロップでどこに出てくるのかなとかねそんなんありますね。で、他の映画にはこの俳優さん出てくるのかな、女優さん出てくるのかなとかね、もしくは CG かなとかね、まあそんな変なことを考えてるんで、感情が動いちゃなんかハッと我に返るみたいなことが本当短い時間で繰り返されるかなってことですよね。だから作品に没頭できないところはあります。ただその中でも没頭してしまう作品っていうのは、もう私はね、ついつい人に話してしまったり、そのパロディをね、 YouTube で撮ってみたりとか、その劇中で使われてるものとか、着ているものとか物体とかを手に入れたくなっちゃいますよね。まあそういった感じで、まあナイトライダー買ってしまったりするわけですけどねいやー、なんか今回は何でしょうね、
今回なんでしょうね。まあアンチコメントをもうちょっと長く続けようかと思ったんですけど、続かなかったかな。アンチコメントね。ああそうですね。なんかこういきましょうか。再生数を稼ぐために、まあ、どんなことをやってますかってことですよね。再生数稼ぎですかって言われて、まあ、当たり前じゃないかと。YouTube やってんだから。YouTube やってて再生数稼ぎ以外の目的なんかあるんですかと。ゼロ再生でいいんですかと。で、再生数稼ぎってのは何回以上を狙ったら再生数稼ぎなんですかと。じゃあ世の中に巷に溢れてる YouTube たくさんありますけども、数万回数十万回って腐るほどあるけども、あれ全部再生数稼ぎじゃないですかとか、ね。そういう人たちになんで再生数稼ぎですかっていうふうにコメントしないのかなとか、ね。そんなね、何十とか何百とかしかない YouTuber に再生数稼ぎですかとか、再生数稼いだところで、これがね、1万には伸びないですよ。そんなね、10、20を稼ぎに行ったところで、小銭拾ってるみたいなね、再生数稼ぎですかみたいな言い方しないでください。俺思っちゃいますよね。だからね、アンチコメント書く人ってのセンスがね、相当悪いと思いますよ、私は。だからそういうのを見て、わあ、自分はこういうコメント書く立場じゃなくてよかったと思いますね。自分はそのコメント書かれる立場で、まだ救いがあると思います。まあ言ってみればね、こう、なんだろうな、例えとしては難しいんですけども、この拳銃を持っていてね、それを護身用に持っているのか、それとも人を撃ちまくっているのかですよね。私たちは護身用に持っている方じゃないですか。拳銃持ってね、ちらつかせながらバンバンバン撃ちながらね、再生数稼ぎですかとか言ってるわけですよね。例え全然悪いですね、これね。まあでもね、その再生数稼ぎですかっていうふうなコメントを書く人に言いたいんですけども、こんな貧弱な再生数稼ぎだったら、それは見逃せよって話ですよ。だからね、いつもかつもで10万とか100万とか出してる人の方が、ヒカキンに言ってくれよ。完全に再生数稼ぎで企画を立てて、動画を編集して、で、いろんな人を使って効果音つけて、テロップつけて、それでリリースするわけじゃないか。あいつらが再生数稼ぎの本家本元だよ。ね。再生数稼ぎの人を攻撃したいんだったら、そういったところにいっぱいいますよ、というふうなアンチコメントに対するアンチコメントでした。じゃあ、アンチコメントについて次のテーマをお願いします。